歩行素 A は生物にとって極めて重要な歩行素である。パントテン酸とアデノシンにン酸及びシステアミンから構成されており、化学式は C21H36P3007O16S ルル分子量は 767.5g モルである。末端にあるチオール元に様々な化合物のアシル元が チオエステル結合することによって、クエン酸回路や β 酸化などの代謝反応に関わる。例えばアセチル元が結合したものは、アセチル COA である。その他にも多くの歩行素 A のチオエステル化合物がある。1945年、ピルビン酸からクエン酸回路に入る過程の中間体、活性酢酸として、リップマンによって発見された。この業績により、 彼は1953年にノーベル賞を受賞した。なお、同年一緒に受賞したクレイブスは1937年にクエン酸回路を完成したことで有名である。しかし、1937年当時は歩行素 A はまだ知られておらず、中間大社の研究におけるリップマンの業績は非常に大きいと言える。アセチル COA は 様々な経路によって生産される。最も代表的なものは、解凍系で、ピルビン酸を原料とし、ピルビン酸でヒドロゲナーゼ複合体の働きによって生成する。その他にも脂肪酸の代謝やアミノ酸の以下によっても生成する。また、一部の嫌気性微生物は二酸化炭素と水素を反応させることによって作り出す。この経路は、アセチル COA 経路と呼ばれる。 ほとんどの生合成経路に関連する、最も重要な化合物といっても、過言ではない。クエン酸シンテターゼによって、オキサロサク酸と反応して、クエン酸となり、クエン酸回路に組み込まれる。また、アセチル COA チオラーゼの働きにより、アセトアセチル COA となって、メバロン酸経路の出発物質となる。また、マロニル COA とともに、 ザクサンマロン産経路とも関連している。ありがとうございます。